長宮古秋は、大韓民国の軍人、政治家、陸軍参謀総長、国家再建最高会議議長を務めた、対局武功勲章授与者、本願は、人指導長子クリスチャンの家庭で生まれる、新宇寺東中学校に通い、在学中は陸上選手として活躍した、東洋大学史学科在学中に、学徒出陣して、中国戦線に派遣され、 訓練を受けて、見習い士官となり、終戦時には将尉だった。戦後、帰国のために、無訓団という団体を組織した。列車で、南京を出発し、助州、災難、天津、山海間、近州、新洋を経て、安藤に到着後、応力港を渡って帰還した。日本統治終了後は、リアタルの勧誘で、アメリカ軍政庁下の南朝鮮国防警備隊に、 入隊し、少尉に任官する。第6連隊の小隊長として赴任。第3連隊中隊長、大隊長を歴任。1948年7月15日、第5連隊長。1949年5月25日、第9連隊長。1949年11月に陸軍本部情報局長に就任する。 朝鮮戦争勃発直後の1950年6月28日に下がりながら残費相当し潜伏している歩道連盟員や広報を拡乱させる赤色分子を創作せよという特命を下した1950年10月第6師団長1952年1月第1訓練所長1952年8月から アメリカ陸軍式幕僚大学に留学。1954年2月、第二軍団長。1956年3月、陸軍参謀次長。1956年10月、陸軍教育総長。1959年2月、第二軍司令官。第二共和国成立後に、超務首相によって、 陸軍参謀総長に任命されるも、1961年5月16日に、陸軍少将の牧政紀などが、軍事革命委員会の名の下で起こした5.16、軍事クーデターでは、傍観を決め込む。このため、クーデター成功後の5月19日に、長は国家再建最高会議議長に擁立され、同時に内閣主犯と国防長官も兼任する。しかし7月3日に、 副議長を務めていた方が中心となりばりは議長を解任、翌月には予備役に編入され事実上出脚した。その後、僕政権成立後の1962年に中央情報部が反革命、内乱陰謀容疑で長を逮捕、軍法会議で無期懲役判決を受けるも同年5月に釈放。その後アメリカへ亡命し、1969年に ミシガン大学で政治学の博士号を取得。1993年までウィスコンシン大学で政治学教授を務めた。2011年5月には認知症を患っていることが報じられている。2012年8月3日、フロリダ州オーランドにて89歳で死去。ありがとうございます。